ははいい久保さんおはようございます含めタカですで気になる男で第194話ですかね第194話で前回はサムネワード50っていうねもうノウハウ再生回数を爆飲みさせるね方,方法ということでノウハウの方を提供していただいてねありがとうございますということで今回自分はですね まあ、顔出ししない YouTube のお話をちょっとしようかなと思ってですね、まあ、YouTube 顔出し NG 大丈夫っていうねドーンというサムネイルをちょっと作ってやってみたんですけれども今回はですねこの顔出ししないメリット5000というのをちょっとお伝えしようかなまあ、紹介していこうかなと思いますこれなんでまあこれをしようかなと思ったんですけども、まあ、YouTube でお金稼ぎたいと、まあ、年末年始 時間がもうすぐまあサラリーマン的に言うと一番時間が取りやすい時間があって本業がまあ忙しい方でも少しね副業をちょっとやってみようかなちょっと時間が空いたらできそうだなみたいなちょっと疲れたねえー心が少しやっぱり仕事が楽になると楽っていうか仕事が休みになるとちょっとね心の余裕ができるんじゃないかなと思ってていつもいつもねやっぱ平日とか忙しいと思いますんでまあその時にふっとなんかこう もう一つ、ね、手に職が欲しいなというかね会社以外で収入ないかなって探してる人には非常にこの YouTube って手軽なんじゃないかなと思うんですけどまずやる時にここですよね顔出,しする顔出しするかどうかがまず悩むところは自分もそうだったし、まあ、大結構多くの人そうなんじゃないかなと思っていて YouTube、まあ you まあ、顔を出せる人はもう問題ないですね。顔を出せる人はもう論外です。もう勝手にやってもらえばよくて、まあ、久保さんのようにね、もうガンガン放送できればね、まあ、それが最強なんですけど、そうじゃない方はですね。やっぱちょっとね、顔出すの抵抗あるな、みたいな方っていう方に向けてですね、その方に向けてですね、まあ、顔出しないメリットっていうのを少し紹介していこうかなと思います。まあね、本当に悩まれてる方いると思いますんでね。まあこの この動画を見ることによってね、まあ、YouTube、まあ、顔出し NG でもまあ大丈夫なんじゃないかって少しでもね思ってもらえればいいかなと思って、今回このテーマを選んでみました。はい、ということで、顔出ししないメリット5000の丸1ですね。まあ、5つこれからやっていこうかと思います。それで、まず、丸1ですね。まず1番目はこれですね。えー、個人が特定されない。まあ、されづらいですね。まあ、少なくとも顔を出してなければ、まあ、最低限そこはプライバシーは 守られるんじゃないかなとは思っていてまここですよね。リアルの人間関係のしがらみっていうのがまあ顔出したら、まあ明らかにまあこの人ってまわかるわけじゃないですか。もう絶対に分かります。もう別に仮面かぶればばいいっちゃいいわけなんですけど、まあそれでね。まあそのしがらみっていうのが、ネットまでに影響したくないっていう方、すごく多いんじゃないかなと思います。んでね。リアルの人間関係をこう持ってきたくないよ。っていう方はまあ非常にいいんじゃないかなと思いますしね。 このしがらみがあってやっぱり YouTube はやれないって方が多いんじゃないかと思いますんでねもう顔出しないところはまずこのリアルの人間関係リアルとネットを完全に分断するっていうところ完全に分断したいんだとリアルじゃなくてネットだけで完結したんだっていう方はまあこれが非常にいいんじゃないかなと思うんですけどねはいそして顔出しないメリット5選の2つ目いきましょうか2つはですね、まあ、普段と違う自分になれると まあ普段と違うというかどちらかというと普段の自分っていうところが少しねまあ何かこう何でもあんまり言えない自分なんだけどネットだと結構素が出るというかね、まあ、本音が言いやすいみたいなねいうところがあるんじゃないかと、まあ、リアルの,その顔をさらしてない状態だからこそ言える本音の言葉っていうのが出てくる。 うん生のね言葉というか本心が出る言葉が出るんじゃないかなと思ってその人本来の、ね、発信ができるんじゃないかと思っていて、まあ、こう人目がね気になって結構本音を発信本音をこういうことってなかなかリアルの生活ではできるんじゃないかとやっぱねそね目の前に人がいると言っちゃいけないこととかたくさんありますし、えー、なるその言っちゃいけないことをなる気にしすぎちゃって、えー、どうにもこうにもこうなんか心が詰まっちゃうというかもう。 気にしすぎるが家になんかもう八方塞がりみたいないうところのに対して顔出さないことによってこの本音をね発信できたりもしたりするんじゃないかなと思っていて本音が発信できないところをね実はこう思ってるんだよねっていう本当の部分っていうのをこう言えたりするのがまあネットで顔出しない YouTube の一つのメリットなんじゃないかなとは思ったりいたしますね。 はい、そして顔出ししないメリット5000の3つ目いきましょうかはい、3つ目はこちらですねまあこれ一つ自分も良かったなっていうところなんですけど顔を出さなくても信頼が得られるっていうところだから逆に言うと絶対に顔を出さなければ信頼が得られないんですよっていう逆説的な考えなんですけどもちろんね顔出した方がそれはメリットあの 信頼得られますよ。だってそこにその人がいるんですかね。そこにその人がいるんですか。それはね、得られますよ。まあ、久保さん見れば分かるんですけどね、まあ、明らかに信頼得られるわけじゃないですか。どう足掻いたって 顔だって出してる人に,てで出してる人にしお前信頼ねえよなんてねそれはさすがにないなと思うんですけどでじ,ゃあじゃあね顔出さなければ信頼は得られないかって絶対信頼は得られないっていうわけじゃないと思うんですもちろんねこいつ信用ならねえって言うやつは確かにいるかもしれないですそれはまあしょうがないっていうところはあるんですけどでも絶対に信頼が得られないかっていうとそういうわけではないかなとは思っていて でやっぱりさっきも言ったんですけどこの取り繕ってしまって逆に素が出せないみたいなね逆に素が出せないっていうのは心配がないのがやっぱりこの顔出さないメリットなんじゃないかなと思っていてどうしてもやっぱり顔を出していることによってやっぱちゃんとしたこと言わなきゃいけないなっていうかリアルの人間関係を気にしてねなんかリアルではあんまりねちゃんとしてるのネットで言いたい方だ言ってるみたいな。<laughs> <laughs> で、こいつ二面性あるみたいなね、いうところがやっぱ気にしてどうしてもね <laughs>、こいつネットで言いたいこと言ってんないみたいなね、でも、えー、普通にかわした何も言わないみたいな <laughs>、そういうのがね、そういうのはバレバレるというか人間絶対二面性ありますんでね、そういうところがまあ、どうしてもっていうところがあると、やっぱりちょっと顔出すのが怖いっていうところもあるんじゃないかなと思って。別にこれ、顔出してる人がね、悪いとかそういうわけじゃなくて、人間誰しもあるよねっていうところの話をしたいんですけど、 まあでも言いたいことがこうちょっと言えるんじゃないかなとこれは何でもではないですしネット顔出さないからって言ってそのね普通の,そのなんだリアルのこととリアルの人とリアルじゃない時と全然ね言ってることが真逆だっていうわけではないんですけどただ少なからずね少なからずこれはちょっと,ちょっとあんまりね普通の人が目の前にいるとは言わないけどでも実はこう思ってるんだよっていうのは結構言えるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。 顔出しないそこがメリットかなと思ったりもしますね。はいそして顔出しないメリットの5選の4つ目いきましょうか。はい、4つ目はこちらですね。え自分の顔の微臭は関係ないというか顔の何て言うのこれはえっと ハンサムとかブサイクとか、まあ、よくあるじゃないですかてか自分の顔好きな人ってあんまりいないんじゃないかなと思ってて久保さんはねもう自分の顔を四六時中鏡でよく自分よりね自分の顔を見てる人いないんじゃないかなっていうねお話もされていてねやっぱりこういうところはすごく顔出ししてることは。 いう方は気にされると思うし、まあ、とても非常に気になるんじゃないかなと思っていて、まあ、自分の顔が、ね、気に入ってる方はねもうどうぞどうぞ顔出ししてもい,い、ね、まあ別にこの顔でも出てもいいやって思う人は出てもらえばいいとは思うんですけど顔出せねえよみたいなね顔出したくないんだけどみたいな人は、まあ、まずここですよねあのよくも悪くもビジュアルでジャッジされないっていうねあのやっぱ見えてるとさ見てるとさじゃないですけど <laughs> あの 顔やっぱ見るじゃないですか。で、やっぱその好きな顔、その顔が好きか嫌いかってあると思うんですよね。嫌い好きか嫌いかっていうの。えー、いくらいいこと言ってても、この人の顔好きになれないなっていうのはあると思うんですよ、人間でもね。まあそれわかんないですよ、それは。自分わかんないし。でもやっぱりこう、よくも悪くもこの一発でバーンって出るから、まあそこっていうのはすごくあるんじゃないかなと。まあね、いくらね、どんな顔でもちゃんといいこと言ってれば別にいいんでしょうけど、ファーストインプレッションですね。ファーストインプレッションがやっぱりこの、 ジジャッジされるっっっていいううののはちょとともったいないと思うんですねその顔だけで、うん、だからせっかくのはねまずスタートとしてまず入りとして別にあっまあ別にその交換がいきなりマイナスで入んないとは思うんですねあの顔出ししてない時はねいきなり変なアイコン使わないと思うんでね最低限も少し交換が出るようなその キャラを使うと思いますね普通の方はなのでそこでああーああみたいなねまずそこでスタートするみたいないきなりこうマイナスが入ると 話が入ってこなかったりもするんで、まあそのビジュアルでジャッジされないっていうのがすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、お顔がいい人とかお顔を映してね、自信満々な方は全然出してもらってもいいし、まあ全然ね、顔出しても大丈夫だよって人は全然やればいいのかなと思いますね。そして顔出しないメリット5000。最後ですね。最後に関しては、失敗してもやり直しがしやすいっていうところがやっぱりあるのかなと。これは自分にも少し言えるんですけど、その、まあ一回 YouTube やってみましたよと、 で、情報発信とかコミュニケーションにまあ疲れてしまうっていうことがどうしてもあるんですね、これ人間。まあ、自分も基本的に前前は、あの、あの何でしたっけ、環境障害、あれえっと、適応障害、何て言えばいいのかな。あの、まあ、そういうなんかこう、環境になれないというか、人間関係がすごくきつい、人に向けてみたいな、いう。 適応障害っていうんですか、ね、あら言葉出て,きな出てこなかった <laughs> まあ ADHD とかねそういうそのなんだろうちょっと人とのコミュニケーションが苦手なんだよなみたいなそれをどういうふうにやっていくんだみたいな方に向けて少し発信してたんですけどまあそういう人たちがいっぱい集まりすぎちゃってその自分がそこにこう取り込まれたと思い込まれちゃったりしちゃってちょっとまあ自分がねそういうところもあって弱い部分を 増幅させてしまったっていうところがあってね少し心がガクッてなったところもあったんでやっぱこれじゃいかんなと思ってやっぱそういう人は心が強い人とか専門家がやっぱやるべきだなと思ってう <laughs> いうところがあって、うん、この発信は自分が弱くなってしまうなと思っててもちろんねそのいろんな人をこう助けるというかそういう心でやったんですけど自分は逆に より弱くなっちゃったら意味ないなと思ってね。まあそういうところでちょっとこれはダメだと。これ自分自身がやっぱりもうちょっと強くなってからでないといけないと思って、この発信がちょっとうまくいかなくなっちゃって、で、じゃあもう一度再出発しようっていう形で、今度は覆面 YouTuber っていう形でね、えー、お金をね、もうしっかり、そうそう、お金をね、やっぱ稼がないと、いくらその悩みとか問題を取り繕っても、そのお金がないとその <laughs> 問題解決しないなっていうところで、お金稼げればね、 何かこう変わると思うんですけどお金がない中で何とかこう今の現状を打破しようとか環境を変えましょうっつってもやっぱいかんなっていうところが何をもってもやっぱお金稼いでいかないとちょっと本当に現状って本当に現状って変わんないんじゃないかなと一時的なそのしのぎではいけるんですけどこうやればなんか人間関係は変わるよとかこうやれば心持ち変わるよってことは言えたんですけどいやでも実際 そこ気持ち変わっても現実変わんないよねっていうところがあったんであやっぱこれお金稼いなきゃいけないんだっていうね <laughs> お金稼いで初めて、ね、全てを変えることができるんだっていうことも気づいてあこの発信じゃダメだっていうところが気づいてちょっともう暗返したっていうところがあるんですけどねだから本当にその一度失敗してもねもう一回できるのはもちろん顔出してもね発信変えるってことはできるんですけど自分はもう一回ねあ、えー、のキャラを変えてというかね <laughs> もう今回、顔出しなしっていう、ね、形で、顔出しなし覆面、覆面をかぶっての YouTuber という形でもう一回再出発している感じなんですけれども、そうやってね、もう一度こう、自分がこれだと思って、うまくいかなくても、もう一度ね、もう一回やりたいんだっていう気持ちがあればね、またできると思うんですよ。これは別に顔出しててもできると思うんですけど、顔出ししない方がね、新規一点という形でね、もうこの前ちょっと話した人がいて、変わりましたね、今度覆面かぶってるじゃないですかって言われて。<laughs> そうなんですよみたいな。覆面かぶり直してもう一回やり直しましたみたいなね。ちょっと話をしたんですけど、できるわけですね。まあ前知ってる人もね、今度顔出し、まあ名前書いてないんで、名前はタカで書いてないんで、今度覆面かぶりましたねみたいなね。 含め、ユーチューバーですか？みたいな形で、ああ、そうなんですよ、みたいな。ちょっと前,前を心が折れちゃって、みたいな話をしたんですけど、まあ、そうやってね、いろいろできるわけですよ。なんでもう一回、この夢破れた方でも、もう一回もうできると。ユーチューブで発信できるっていうところは、すごい大きいなというところは、自分のところもあったりするところがありましたね。はい、ということで、十、ま、二、あ、月の二十日ね、久保さんとズームー対談ありましたんだね。まあ、顔出ししてるね、久保さんと、まあ、顔出ししないね、えー、自分が対談することなんかね。 いろんな話ができたりするんじゃないかなと思ったりもしますので、ぜひ、えー、よかったら見てみてください。そしてね、えー、このズーム対談までね、ズーム対談の日までに12月の体験プログラムを先行割りってしてますので、もしよかったらそれまでにやりたいなって、YouTube やりたいなっていう方は声かけていただければ良いのかなと思います。はい、ということで今回は YouTube 顔出し NG でも大丈夫っていうね、気持ちに少しでもなれればいいのかなと思いまして、顔出ししない。 メリット5選というのをお伝えさせていただきました。はい、ということで、気になる男第194話、こんな感じで終わっていきたいと思います。ありがとうございます。そして、久保さん第195話、またよろしくお願いします。はい、ということで、また次の動画で皆さんお会いしましょう。ここまでは、福面 YouTuber たかお送りしました。ありがとうございました。